ラー光で空中に舞う粒子を光らせ、高感度カメラで撮影します。 0.1 マイクロメートルの粒子まで捉えることができる世界最高水準の技術です。実験開始。まずはくしゃみです。キラキラと漂う粒子が浮かび上がりました。大きさは1/100ミリ、10マイクロメートル以下の小さな粒子です。角度を変えて見てみます。小さく軽いため漂い続けているのが分かります。これがマイクロ飛沫の正体です。マイクロ飛沫がくしゃみ以外で発生する様子も可能性が明らかになりました。空気が淀んでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことはできませんので、長時間その場所に留まるっていうことになります。実はこのマイクロ飛沫の淀み、防ぐ方法があります。効果的だと考えられるのが、窓を大きく開け部屋の空気を入れ替えること。窓を開けると マイクロ飛沫はみるみる流されていきます。小さく軽いため空気の流れを作れば排出することができるのです。できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが、1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。